めちゃくちゃ視力に濁ってます。煙も、あ、ちょっと色が。どうも、VGP のダマスです。ミキタンです。はい、あ、今日はですね、はい、酸化銅の還元ってやつを、はい、中学校の、はい、もうおなじみのやつなんですけどね、はい、まあ、従来教科書ではなんか、まあ、炭素の粉末をまあなんか入れて酸化還元反応を行うんですけど、はい、今回はちょっとまあ身近なちょっとおせんべいで、炭素じゃなくて、炭素じゃなくてもこいつで、なるほど、はい、やっていこうと思います。はい、じゃあ作っていきましょう。あれ、これは酸化銅じゃないですか。ああ、ちょっとこれは銅粉、銅の粉ですね。そうですね。今回はまあちょっとこの銅粉をまあ酸化させるところからもうやってやろうかっていう。酸化銅を作るところから、はい、もうそこからいきます。なるほど、はい、はい、鮮やかだね。鮮やかだ。ちょっとこうしちゃったけど、はい、はい、じゃあ、じゃあ、もう、はい、はい、はい、急に色が、あ、すごい、もうちょっと見えます、オーロラみたいに、そうそうそう、ほらほら、関節入れなくちゃ、関節を。黒じゃない。もうちょっとこれは酸化皮膜。でもだんだん黒に近づいて。はい、もうだいぶ色がね。今日からもう酸化銅。もう本当に黒だもんね。酸化銅って感じだね。はい。じゃあもう止めますね。はい。じゃあこれですよね。じゃあ加熱した酸化銅くんですね。おせんべい、ね。おせんべいを。じゃあちょっと。はい。お願いします。手でちょっと。もうちょっとあってもいい。よし、でこいつを、はい、ちょっとすりつぶしながらですね。あ、でも意外とちゃんと。すっかりもう真っ黒ですね。もう全部の、はい、もう全部つしちゃっていいと思う。そうですね。便利だよね、薬方子。薬方子より薬方子ですね。薬方子。薬方子はゴルドーカのですね。密閉。ちょっとまあこの実験装置ですね。はい、セッティングしていきます。はい、はい、石灰水に管を点火、はい、いきますね。じゃあ点火、いい、どうかな、こうするかって感じですね。あ、でもこっちもすでにポコ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 してますね。あ、じゃあ気体が発生して、もう発生してますね。こっちはちょっと中が曇ってきて、光の中はそんな変わって、水ができてるのかな、うん、かなり気体が見えるけども、ね、あ、でもちょっとこっち確実にめちゃくちゃ白く濁ってます。煙も、あ、ちょっと色が光沢出てきてる。銅の光沢らしきものが見えてきたんじゃないかなと、ね、元の銅の粉末のような色がね、ちょっとなってきている。気体は発生していないから、あ、ちゃんと茶色、ね、で先ほど加熱した、はい、酸化銅、ね、じゃあここに開けてみたいと思います。固まってますか？思ったよりサラサラですね。あ、よいしょ。あれ、まだ黒いとこもあるけど、でも焦げちゃうみたいなね感じに。あ、部分光沢が見えるから、やっぱちゃんと。そうですね。まあ、これ還元反応かなって。銅になってる。はい。ね、ちょっとグラグラしてあれですけど、はい。こんな感じになります。はい。はい、じゃあまあね、今から今日の実験のまとめですね、はい、やっていこうと思います。まあ、これは従来というか教科書に載っている、うん、まあ、化学反応式になりますね。酸化銅を今日使った黒い粉、はい、で、まあ、ここ炭素ですね、炭素を合わせてで、まあ、やると還元する、さっき、まあ、やったみたいな感じなんですけど、うん、まあ、こう銅とあとはまあ CO2 が出るっていう感じになるんですけど、今回はこの炭素の代わりに何を使ったかっていうと、まあ、おせんべいを使いましたよというですね。はい、おせんべいも使いましたよっていうね感じなんですね、うん、でもこのせんべいがまあ一体何なのかっていうと、うん、まあ、炭水化物。そうだね、炭水化物ですよ、炭水化物おせんべい、こんな感じでね、はいはいはい、
水の入っている炭素だね。そうそうそう、水なんです。もうまさしくその通り、もうその通り、これが炭水化物なんですけど、まあ、今回はこれの代わりにこっちを使いましたよっていう感じなんですね。はい、で、まあこう熱しましたけど、これ熱すると、まあ、この水、CO じゃなくて H2O、H2O がまあこうね、さっきあの試験管の中もね、うん、ちょっと水滴がね、あったけど、まあそれでパッと抜けて、でまあそこを消してみると、まあ C。あ、結局同じ。そうそう、結局同じ結果になって、まあこんな感じになるよっていうのが、まあ、この実験ですよっていうね。なるほど。はい。おせんべいを使ってもできますよっていう、まあおせんべいちょっと、はい、まあこれ全然色が違うんでちょっとできんのかってなるんですけど、まあおせんべいを使ってもできましたよって、さっき。あ、じゃあ炭水化物だったら何でも、もうまさにお米とかでもできるってことで、はい、米でもラーメンでもね炭水化物なら OK ですっていう感じです。でもいいね、炭素使って黒と黒混ぜるよりも、うん、そうそうそう、なんか色バラエティ豊かな、うん、混ざってる感がね、あるよね、あるから、ちょっとまあ比較的にもちょっと面白い実験なんじゃないかなって思います。はい、はい、じゃあ今回の実験はこんな感じで以上です。はい、じゃあありがとうございました。さよなら。